皆さんおはようございます。いや朝からなんか騒々しいでしょ。いや実はね、昨日猫を一匹ね、捕獲というかですね、また面倒を見ることにしたんですね。ギロちゃんをね引き取ってからすぐに現れてしばらく来てたんですけど、その後またしばらく来なくなってたんですね。ところがこの 2,3 日前からまた来るようになりましてね、今泣いてますけど、檻に入れられてるんで出せってブッチって言うんですけどねブッチなんかね、その後ね道で見かけたんですよね。道を渡るところを何度か、もう危なっかしくてね、車がなんとか止まってくれたからよかったもののね、もうほんと光りかかってたんでね、もうちょっとすごい気になっててね。でキロちゃんの件が一段落したんで、それでね昨日の夜、捕まえて、ゲージの中に今入ってます。で出せって今うるさいですね。で昨日は一晩中、こんな感じだったんでね、私もちょっと睡眠不足です、正直。で今朝ちょっとあっさりお休みしました。でねこの後9時になったらね、動物病院に連れて行こうと思います。一応血液検査と、あとなんかねお腹に結構たくさん水が溜まってるみたいなんで、それをねちょっと気になるんで先生に見てもらわないと。いやでもね病院でも大変ですねこれね。昨日ギロの去勢手術するのに2万円くらいかかっちゃったんですよね。私が住んでるのは横須賀市でね、その病院が三浦市なんでね、去勢の補助金とか使えないんで、まあねしょうがないですね。でもブッチって新入りです。さすがにキャパシティいっぱいいっぱいですね。ちょっと冗談抜きでね、またブッチのあんまり可愛くないですけど、ブッチねブサイクな顔してるんですけど、でブッチのまた動画あげますんでね、落ち着いたら、里親希望です。でこれ冗談抜きで、さすが6匹はねしんどいですよ。だからどなたかね、責任持ってね、面倒見てくださるっていう人がおられたら、ぜひ面倒見てやってください。メッセージいただければと思います。遠くてもね、私が責任持ってお届けしますんで。あと去勢の手術とか、あとワクチン接種とかね、トイレのしつけとかは、私の方で責任持ってやっておきますので、どなたか、死ぬまで面倒見てくださるっていう方がおられたら連絡ください。で、ね、あともう一つね、これ後ろのモニターね、気がつきますかね、これ変えたんですよ実は60インチの、テレビを買いました。まあね、この間までやったのはプロジェクションテレビって言ってね、すごい昔のやつなんでね、暗いやつ、あれは52インチでしたかね、これは60インチで、本当はね 4K のソニーのブラビア欲しかったんですけど、60万以上しますからね、さすがに無理ですよね。これで16万円くらいだったかな、この60インチでも安いですよね。60インチが16万ですよ。でクアントロンって言ってね、一応イエローとシアンとマゼンタとあと黒4色のタイプでね、でもやっぱり 4K に比べたら全然、もう 4K 見ちゃったらね、今の普通の液晶テレビなんてね、ハイビジョンって見てられなくなっちゃうんですけど、まあそれでもね一応ハイビジョンの中では、てか普通の LED の液晶テレビの中では、まあのやつを買っといたんですけど、でね前使ってたやつを実は昨日今船置いてるところのね、その合宿場みたいなやつがあるんですけど、そこに昨日搬入したんですよ。まだ使えますんでね、時々消えるっていうのはどうも調べたら、ホコリかなんかがどっか溜まってて、それでそのランプの光源のね温度が上がると自動的に回路が遮断するみたいですね。だからまたもう一回しばらくすると映るようになるんで、玉が切れてるわけじゃないみたいですね。そんなわけでまた周りがうるさいですけどね、
まあ、このあとね9時になったらね、病院に連れてってやろうと思います。いや病院ではもう大変ですね。乾杯お願いします。それでは皆さん、チャオ。ブッチブッチブッチ。ブッチ。